皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、滋賀県にあります人口11万人ほどの東近江市の中心部、旧八日市市にあたります八日市地区を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像の方ですけれども、近江鉄道を利用してやってきてまいりました。この町の中心駅、八日市駅となります。近江鉄道本線、そして八日市線が乗り入れる駅となっております。この東近江市、その名の通り滋賀県の東側に位置する町となっております。滋賀県の真ん中、琵琶湖に近いところですと、国道8号線の幹線道路だったり、 JR 東海道本線、あと新幹線もあったりしますけどね、そういう湖に近いところってなってくると、大きめの都市たくさんあるんですが、こちらより山側、三重県側に近いところになっております。そういうエリアはですね、大きめの都市っていうのがそんなに数ないんですよね。この東近江市八日市っていうのは、そんな数少ない町の一つであります。で、現在八日市駅前の様子を映しているところになります。県道211号からこのようにアーケード街が伸びている通りに入ってきたところになります。本町と書いてありましたね。こんな風に、マンションだったりね、一軒家、あとはシャッターの閉まっているお店も割と多いんですが、その中に新しめのお店、飲食店等もありまして、猫ちゃんが今いましたよね。とても可愛らしい感じで、そんな中にこういう昔ながらのね、ローカルなお店も混ざっておりまして、以前の八日市市時代に栄えたであろう雰囲気の名残といいますか、そういうの残っていたり、あとは現代的なね、お店もう個性的なものたくさんありまして、それらの両方の雰囲気が感じられる、歩いていてとても楽しいアーケード街となっておりました。このようにアーケード内で分岐交差点みたいなものもありましたね。で、さっきのね、駅前の県道に戻ってきたところになります。ご覧のように大変大きな複合商業施設があります。こちらショッピングプラザアピアというところになっておりまして、中無印良品だったりね、ライトオンとか大手のお店が結構たくさん入り込んでいる複合商業施設になります。そこのアピアから、今度は南の方にね、県道13号線を使って移動をしていってるところになります。この先にね、大手のお店が並んでいるところがあるそうですので、で、白いね、お店がありまして、潰れたのかなと思いきや、普通にリカマンでね、ちょっと紛らわしい外観でしたね。で、またアーケードの出入り口移りまして、さっき分岐移したと思うんですが、アーケードのね、その出入り口のところに当たるわけですね。で、映像の方ね、私結構信号に引っかからないように、信号の手前でちょっと駆け足になっちゃうタイプなんですけど、そういう方いらっしゃいませんかね。で、そんなことはいいとしまして、県道13号をね、どんどんと南に進んでいっているところになります。途中こんな風に地元のホールですかね、そういう建物を見られるんですが、その先にね、大手のお店が増えてくるようになります。このように山陽堂書店と書いてありますかね、本屋さんが見えてきました。あとは大福の焼肉屋さんに、豊かのドラッグストア、いろんなお店が並んでいまして、で、車道の方片側1車線ということでね、結構車の交通量も多く目立っているような感じですよね。で、しばらく行きますと、このようにメガドンキホーテなんかもあったりしまして、あとコンビニのホームセンターとかワークマンとかね、ドンキホーテまであるっていうのが立派な規模の大きな街である証拠だと思います。で、さっき郵便局が映ったね、交差点ありまして、そこから東の方にね、国道421号という幹線道路伸びていて、その道沿いに今すでに映っておりますが、大手のお店かなりたくさん並んでいますので、それを見ていくことにいたします。道路反対側、ヤマダ電機だったりマックスバリューで、そのマックスバリュー周りにもね、いろいろお店がくっついている感じですかね。看板がいろいろありまして、で、ここ姿手前側にあると、こういうふうにびっくりドンキーとか米田コーヒーとかのね、看板が並んでいるの分かりますよね。反対側ホテルもあったりしまして、大きな国道沿いということで、車で利用される方も多いかもしれません。で、どんどんと駅から離れるように進んでいっております。このようにラーメン店だったり、中う
さらにその奥にはかっぱ寿司ですとか薬の青木などが並んでおります。まあ、私割と最近まで滋賀県県庁所在地の大津市に住んでいて、たまに車でねこちらの東近江市八日市に来ることあったりしたんですが、まあ、来るたびにですねこの結構大手のお店多いなっていうのにね運転しながら驚くことが多かったですね。でちょっと形状の複雑な交差点ありまして、餃子の王将マクドナルドとあって、その交差点の北側ちょっと奥の方に西友移りましたが、そちらまた後ほどご紹介します。でガストありましてね、これ車道を見てみたら急にねゴミ袋がね走行してきたんですね。でそのまま酒屋さんに入店、ついている奥の駐車枠で止まりました。この街っていうのはゴミ袋も意思を持っていて街中で買い物したりするんだなと思ったのはもちろん冗談でありまして、お店の前とかにあるね上りご覧いただいてわかると思うんですが、この日は風がとても強くてですね、たまたまその風の流れで車道を走行して綺麗に酒屋さんに入っていたというふうになります。でそんなことを言っている間にココイチだったりトヨタ、あとは浜寿司なんか出てまいりましたけれども、でこれ名神八日市っていうふうにね案内ありまして、この町のちょっと東の方に名神高速通っていたそのインターがねあるというふうになりまして、この動画の方はそちらのインター付近まで行きます。でミスドですとかスキヤ、その手前にオートバックスとかありましたね。でバローだったりサンミュージック、こちら和食里なんかが映っています。でちょっとね空き地が多いところから奥見てみますと、このように雪をかぶった山なんかも見えたりしてね、まあ、これ2022年の冬場の撮影ということで、そうした景色もね楽しむことができたわけですね。で途中飲み屋が下の方に固まったアパート的な建物があったり、弥生軒のねご飯屋さんもありますね。あと近江牛のねお肉屋さんがあって、近江牛ね私も好きで滋賀県住んでた時は結構よく食べてましたね。でホットモットですとか食堂、タイヤ館で、あとこういう風にね下見てみたら川らしきところあるんですが全然水がないと。で洋服の青山は見えてまいりましたが、こんな風にちょっと工場系工業系のねエリアみたいなものもその周りに出てきてまいりました。この辺は小松だったり村田製作所、今映っているところですね、そういったものが立派に立っているという風になります。でそこからまだまだ東に行きます。丸亀製麺が映っていて、その先、まあ、ファミマとかありますが、一旦市街地落ち着いたかなと思いきや、これからですね先ほども申し上げた八日市インター、名神高速のねインター近づいてくるということで、この辺吉野家だったりメガネ赤札堂など、看板が増えてきて賑わってまいりました。でこちらセブンイレブンと向かい側にケーズ電機ありますが、そのケーズ電機のね手前側がインターの出入り口になっているというふうになっていて、この辺あと大人向けのねホテルなんかもあったりするんですね。まあインター周りらしいですが、でそのインターの近くにありますこちらのね普通のホテルに私この日宿泊していたんですね。料金が某予約サイトのキャンペーンで40円ぐらいでね泊まることができまして、そんなに安くていいんでしょうかという感じなんですが、映像の方翌朝駅の方に戻っている映像に切り替わります。今まで421号を紹介してきましたが、そのより北側のね街を取り上げていきたいと思います。まあ、トヨタだったり浜松市があるところの、より北側になりますね。こういう風に落ち着いた街が広がっていまして、途中携帯ショップだったり滋賀県名物飛び出し坊や、これ滋賀県発祥らしいんですけども、それがね映り込んでいたりしまして、まあガソリンスタンドもねこの辺広々とした土地で大きなものになっております。で今映っているあたりが東近江市役所の辺になってきてね、警察署なんかもあったりするんですが、でこれから県道216号線に入っていきます。はい、こちらがね市役所のメインの建物のところですね。これをそのまま西に行きますと八日市駅にそのまま戻れるというふうになっています。でこちらが西友、大変大きな建物ですが、まあ、前日ちらっと奥に映り込んだものと同じ建物になるかと思います。でそこから西の方を進んでいきますとまた飛び出し坊やあって、その先
このようにスターバックスがありますよね。並木道の落ち着いた市街地の中にあるっていうのでね、とてもおしゃれな都市景観とこの辺なっております。まあ、結構大手のお店市内たくさんあるんですが、まあ、周りに大きな都市もそんなになくて、まあ、緑とかね自然も多いような場所ですから、住環境としては穏やかに住めそうでいいですよね。で、駅前の方戻っていきますと、このようにアピアの大型商業施設もあって、ほらニトリとか無印良品とかね、もちろん普通にスーパーマーケットもあったりと、大変便利な駅前にもなっております。ということで、また八日市駅から近江鉄道を利用してこの街を離れたというふうになります。 JR 線周りのたくさん都会があるエリアから離れたところになるんですが、この街も結構便利そうでしたね。ご視聴ありがとうございました。